あの、いい CG 撮れたら撮ってね。あの子。で、あと、スコ出たら。スケ。スケの子の。まあ、ハンドリングできるでしょ。手に乗せて、ハンドリングして、手からタッチさせる。で、これは食事じゃ、まあ、試食、まあ、ペレットじゃない、いや、ほんまです。シードをね。で、ご、あの、少しでいいです。ご褒美っていうか、一つに二つに食べてくれる。で、食べたら言葉で褒める。で、触ってあげる。これをやってあげる。毎日。そうすると手に慣れるじゃないですか。で、その時に飛んでっちゃう子はなかなかやりにくいから、最初のうちは羽をカットした方がいいかなと。だから、まあ、まずは今日はカットしませんけど、あんまりちょっと飛んでっちゃってやりにくいんだったらまだ言ってください。で、これができたら3つやってほしいことがありまして、名前がついてるじゃないですか、はい、ね、名前を呼んで、うん、で、お茶風呂で名前を呼んでアイコンタクト、目と目を合わせる、うん、目と目が合った瞬間にご褒美あげて食べる、うん、と名前を覚えてくる、うん、毎日やらなきゃダメです、うん、1日何回かやった方がいいんですけど、うん、じゃ次、おいで、まあ、話してる時にね、おいでって必ず来るようにしたいんですけど、うん、来てくれたら食べさせて、これをね、毎日やるとおいでが必ず来るようになりますから。で、 100% できるようになったら、おいでが 100% できるようになったら1回、2回、3回、4回、褒めるは毎回。で、まあ、もう一個言っとくと、クレードトレーニング、ここで2番までできるとクレードトレーニングというのができましてね、ハウスといってハウスができる。そうすると包丁しやすいですよね。ね、人間の都合で入れれるから、うん。そのやり方はですね、ここまでできなきゃダメですよ。うん、完成してから。そうそう、完成したらおいでって食べさせて。で、これが例えばハウスだとしますよね。だ、この子が見てる前にちっちゃな器に、あの、この子に分かるよね、食べ物を入れて、ハウスに指が近くなる。で、ここで待たせて。2、3秒待たせて、入って食べたい気分が高まったところで、ハウスって言ってくれる。そうすると2つの行動ですね。どっか行っちゃうか、入って食べるか。入って食べたらもうすかさず、もう一回ここでご褒美あげて、偉いねとか見てあげる。どっか行っちゃったら、もう一回おいでからやり直すと。そうすると、だんだんこれが入れるようになる。で、これができたら今度、真ん中辺に置いて、ハウス。奥の辺に置いて、ハウス。もうそれができるんだったら何にもなし、まあ、どっちにも食事と水が入ってると思うんですけど、待たせてハウス、入ってくれたらご褒美を褒める、そういうのを、まあ、クレードトレーニングって言うんですけど、これができるととても、うん、そうですね、包丁しやすくなるかなと。特に包丁してる時で人に慣れてくるとね、アクシデントが怖いから、そこは気をつけてください。踏んじゃうとかね、結構は時々あるんですよ、あの、人に慣れてる子になればなるほどね、うん、というとこかな。だからしつけのことと予防のことは、で、まずは観察を1週間前後ねして、天気がいい日に、はい、で、ちょっとこの